オーブリー・パウエルは、イングランド出身のアートデザイナー、アートディレクター、映像プロデューサー、アート集団ヒプノシスの元メンバー。1946年9月23日、イングランドのサセックス州生まれ。あだ名は、ポ。ケンブリッジシャー州、イーリーのキングズスクールを卒業した後、ロンドン映像学校で技術を学ぶ。 1965年頃からロンドンでテレビ番組などの美術デザイナーとして活動を始め、1968年にストーム、ソーガソンとデザインチーム、ヒップノシスを結成する。主に音楽アルバムのアートワークを主体とし、ピンク・フロイド、レッド・ツェッペリン、ポール・マッカートニーなどのビッグネームからデビューしたての無名なアーティストまでの多数を手がけ、1970年代に、 活動の再生を迎える。しかし1980年代からミュージックビデオなどの映像分野が顕著になり、それに対応した映像会社グリーンバックフィルムズを設立するため、1983年にチームは解散する。しかし企業が後発であったのも影響して軌道に乗れず、会社は倒産した。ソーガソンは、 以前のデザインワークに戻ったが、パウエルはそのまま映像関連の活動を継続し、ビデオや映画の制作に関わる仕事に就く。また、アルバム関連では、アートディレクターを主に務めた。2013年のソーガソンナキき後、ピンクフロイド関連の仕事を引き継ぎ、ラストアルバム、永遠、東亜のアートディレクターを担当した。ピンクフロイド20年振りのニューアルバム、 永遠からソネムうしく、ありがとうございます。